では、ちょっと遅れましたけども、東京ビフェスティバル番外編、3日目、最終日ですけども、読書会。で、読書会といっても、皆さん持ち寄った本を読んで、輪読したりするケースもありますが、今回の読書会というのは、紹介型の読書会です。で、私は何者かと言いますと、大阪で、今中央区なんですけども、障害者の方、あるいは闘病されている方の本を出している出版社の代表です。で、それ以外に、世の中には闘病記、年間大体100冊から150冊出版されるんですが、良い闘病記と、そうでない闘病記というのがやっぱりありますので、それを読んで、良い闘病記を選んで、世の中に書評として発表していくという、そういった活動もしておるものです。で、闘病記というのは2冊に1冊が実はがんの本なんですよね。で、今回はちょっとがんの、本来闘病記フェスティバルというのは、がんの患者の方々の活動報告なんかもして、がんの闘病記も紹介してくるんですが、番外編ということで、今回は認知症と失語症、どちらも脳の病気なんですけども、に絞りまして、その専門家の方々の講演と、それと本の闘病記の、本の紹介という形で、進めさせていただいております。私どもがなぜ、昨日も参加された方もいらっしゃるんで、ちょっと同じことを言うかもしれませんが、なぜ闘病記にこだわるかと言いますと、やはり闘病記には患者さんやご家族の本音というのが書かれています。ただ専門的なことというのはやはりお医者さんの書かれる本とか、リハビリでしたらそういう採用療法士、医療療法士、そういった方々の書く本を読めばわかるのですけども、それはあくまでも病院の中での治療とかそういったこと。で、実際ご家庭に入って戻ってご家族がどういった形で、患者さん本人に接したらいいのか、あるいは患者さん本人がどういった形で、これから人生設計をしていけばいいのか、そういったことはそういう先生方からは教えてもらえません。で、そういった知識を得るのが闘病記ではないかというふうに私どもは考えております。そこで、良い闘病記の普及活動をしております。で、今言いました良い闘病記、悪い闘病記、ただ出発された方々には悪い闘病記というとちょっとね語弊がありますので、残念な闘病記という形で紹介させてもらっています。先に残念な闘病記ということではすごい深いんですけど、宗教へ勧誘する本、あるいは健康食品やグッズを売りつける本、そういったのがちょっと残念な闘病記。さらに赤丸の2つが特に闘病記では重要なんですけども、民間療法や自由診療を積極的に進める本、エビデンスのないいわゆる高額な費用、保険適用外ですよね。自由診療というのは高額な費用を払わなければいけない治療を積極的に進める。これは特にがんなんかでしたらもう病院の方でもうどうしようもないですというふうな言葉で見放されてしまった方々は、そういう自由診療に走ってもいいのかなと思いますが、逆にそっちを先にしてしまいますと、後でせっかくエビデンスのある治療が受けられていたのに、治るはずだったのに手遅れになってしまうということが非常に多くあります。それも闘病記の中にいろいろたくさん書かれています。そういったものを逆に積極的に進める本は我々はあまりお勧めしません。それと、この4番の自分の気持ちしか書かれていない本、いわゆる人生訓の本とか、一人語りの本、そういったものが結構これは闘病記の中にあります。でも、お金を出して本を買われて、闘病記から何を知りたいかというと、やはりどんな家庭での生活、あるいは治療を受けるときにどういう判断をしたか、そういったことが参考になることが書いてある本を求めておられると思います。
で、そこで、ここで良い動力とはということに戻りますけれども、要はこの2点が抑えられていること、いわゆるまず1つ目が家族とか友人とか、それとあと医療従事者との接し方、どんなコミュニケーションをしていたのか、そういった人との関わりが描けている動力が、やはり良い動力だと私は思っております。それと、実際どんな治療、あるいは、失語症とかでしたらリハビリですよね。どんなリハビリを受けていたのかという医療情報がきっちりとやはり書かれている。これが、この2点を抑えている方が、良い闘病期だというふうに私は考えております。ただ、一般の人がこの医療情報といっても、知り得る情報というのは、お医者さんから聞かされること、あるいは、診断書とか月次報告みたいなものを受け取ると思うんですけど、そこに書かれていることで、まあ、逆に十分だと思っています。そういったものをきちっと闘病記の中に書かれていてほしいなというふうに思っています。でですね、今言った2番目のこの医療情報に関してなんですが、昨日の認知症とかも言いましたが、特にがんの方の中でも非常に最近多くなっているんですが、お医者さんも病気になります。看護師さんも病気になります。そういった方々が自分の体験を書かれた闘病記というのは、この2番の医療情報に関してはすごく信憑性が高いので、そういった方々の闘病記できちんとご家族のこととか、病院の周りの同僚のこととか描けている闘病記というのは即良い闘病記という形で私どもは紹介させていただいています。で、さて今日は失語症に絞って良い闘病記を紹介させていただきたいと思っておるんですけども、闘病記はですね、特に失語症とか昨日の認知症などですと、がんと違って、がんの場合はですね、まだ告知された時にご本人さんは頭もまだしっかりしてますし、体もまだ動けます。だからご自身が書く闘病記というのは非常に多いんですが、逆に脳の病気とか心臓の病気ですとご本人さんが書かれないことが多く、ご家族が書かれる闘病記というのが多いジャンルかなと思っています。しかしその病気から回復された方々、つまり患者さんご本人が書く闘病記も実際にありますので、まずそっちの方から紹介していこうかなと思っています。ちょっと古い本になるんですけども、この失語症者、言語聴覚士などと、これはもう20年以上前の、もっと前です、30年近く前の本なんですけども、この平沢さんという方なんですけども、この方が、失語症になりました。で、その後非常に努力されて言語聴覚士の資格を取るまでに至った経緯を書いた本です。で、非常にこの初期の頃こういう他に本がなかったので、この本は非常に話題になりました。で、実はその方は次々とその後の本を出されてます。こういう形 で何がすごいかというと、今言いましたように、まずご本人さんが書かれた本です。で、この本が書かれた時というのは、皆さんリハビリ職を専門、リハビリを専門する職業としては、理学療法士、産業療法士、で言語聴覚士、この3つの柱があると思うんですけども、特に失語症の方々というのは言語聴覚士の方々にリハビリを受けているのではないかと思います。でもこの言語聴覚士というのは実は理学療法士、作業療法士に比べて弟分に当たるんですね。国家資格になるのは約10年近く遅かったんです。で、それまで言語聴覚士に該当する人たちはどうしてたかというと、各病院で今のまあ言語聴覚士の方々がされているようなことをご自身でされていたと。特に資格もなくされていた。まあ、介助ですね、介護、それをされていた。ところが、まあ、これはこの辺の本にも書いたんですけど、
病院としてはそういったのは医療転手にならないので、どちらかというとそういう人たちは病院の中に、はい、置かないという時代があったんですね。もう今ではちょっと考えられないんですけども、そういった時代を切ってこられた方です。で、1999年に最初の、言語聴覚士の資格、国家資格の試験がありました。で、それに、まあ、合格された方でもあります。だからちょうどこの本というのはその国家資格になる前とそれからと書いてあるので、私らからすると非常に、まあ、歴史的な勉強にもなる良い本だなと思っているんです。これがちょっとまず初期の頃のおすすめ、ここに書かれた本です。で、もう一つですね、ちょっとこれはもうなかなか入手しにくいんですけども、リハビリの妻が脳卒中になった時、この本もやはりもう1900年代の本なんですけども、実は昔、なかなか失語症というタイトルの本というのはなかったんです。闘病記はなかったんです。で、2000年から市民権が得たと言われている高次脳機能障害という本もそうではなかったです。じゃあ、そんな本はなかったのかというと、実は脳卒中、つまり脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、その体験記の中に言語、失語症の経験談がたくさん出てきています。まさにこれもそうです。で、さらに、これは、著者が、日本医科大学の病院と、ごめんなさい、奥さんが府長さんで、著者のご主人の方は、脳神経のクリニックの個人の委員長の方ということで、もう医学的にはすごく、信憑性が高く、かつ、脳の伝統源とかいっぱい出てきまして、ちょっと難しいところもあります。ちょっと難しいところもありますが、非常に分かりやすい、医療者が書かれた失語症に関する本だと思っています。ただちょっと残念ながらこの本は今もう古書でしか入手できないような状態なんです。ところがですね、これ今年やったのか去年というのは、この著者の長谷川美希さんがリハビリという自分の専門職のどういったような本を書かれました。この中にもこの奥さんのことも書かれています。で、かつ失語症に関しても、20ページ近く書かれています。で、この本は本当に、今日は失語症に興味があるというか関わる方が来られているとは思うんですが、それ以外の、高次脳機能障害とか脳の病気の方には非常におすすめの本で、ぜひ読んでいただきたいと思っている本です。これは奥さんのことを書いている闘病記のところもありますが、まあ、専門的なリハビリに関する全てが分かる本だと思って、いい本ができたなと思って、ちょっと紹介させてもらいました。それ以外にもですね、小児科医の女の先生が、だんだんと言葉を失っていくということでの失語症になる前のことを書いておられる本やら、病院長の、方が、娘さんが実家で、出産したいということで、病院長の病院に戻って、出産をしようとした。ところが、その時に、生きた時に脳の血管が破けて、で、脳出血。で、かなりひどい、麻痺と、それから当然のことが、言葉が出てこない失語症になられたと。ということを、これはご本人ではなくて、医者としての、父親としての、娘さんの闘病体験を綴った本で、非常にこれも役に立つ、いい本かなと。さらに同じように、これはご自身が、女医さんなんですけども、書かれたこういうちょっと分厚い本なんで、これは私の勉強なんかとも読んでますが、まあ、こういった本、いい本も、ご医者さんが出されています。まあ、こういったちょっと本もありますが、ちょっとどちらかというと硬い内容かなと思っているんですが、失語症に関してはですね、ここ5年間ほどですごく次々といろんな本が出てきています。
どれから紹介しようかな。まず、今日の午後の、講演祭、西村先生らのグループが、こういう、小冊子、でもこれ実際販売されてますが、失語症に関する本を次々と出されていて、言語聴覚士としてのご意見や、実際の失語症のご家族の状態、あるいはそのインタビューとかもされてますので、こういった本もここ2年間に出ましたし、最近出た本ではですね、清水津波さんという、コピーライターの方が失語症になられたんですが、これはくも膜下出血、さらに、その手術の途中に脳梗塞になって失語症になったと。長く病気のことを書く人がいたそうなんですけど、今回、今年になって、一冊本にして、出版されました。どういった経緯で自分がそういう病気になって今失語症としてどのような苦労されているかというのがよく書かれている本で、特に言葉を操る仕事をしていたのに、言葉を失ってしまったというそういう苦悩なんかも書かれております。今年出た本です。さらにこの本はですね、この本もすごくおすすめです。これは6年前に出た本なんですけども、何でおすすめかというと、いわゆる奥さんが夕方の料理を作っているときにどうも包丁がうまく使えないと、で体がなんか左に傾くような感じがするとご主人さんにおっしゃって、まあ、なんか疲れてるから、まあ、寝たら治るよと言って、翌日、翌朝、なかなか起きてこない奥さんの顔を見て、ぎょっとして、慌てて救急車を呼んだ。もし自分にその時に、そういう脳の病気の知識が少しでもあれば、その段階ですぐに救急車を呼んでいて、助けてあげれたのにという後悔から、その時の状況、さらに入院してからの治療、そして、いろいろ脳の病気といいましょうか、障害者になったら、福祉の手続きというのがややこしいんですよね。これは私の妻も、まあ、実際そういうことになりましたので、年金に関しては、国から私の場合60歳、まあ、65歳、それぞれの時に案内が来ますが、それ以外の例えば、年金、ごめんなさい、障害手帳やら、もっと障害者として手帳を取ったりとか、そういったことの案内は、どこからも来ません。自分が勉強して、国、つまり市町村、区役所の福祉課に持っていかないと、手続きは進まないのです。まあ、そういったことをすべて、手続きの方法とか、それからあとリハビリについて、どんなリハビリをしていって、どのような効果が、一冊にまとめておられますので、すごく、お医者さんではありませんけども、すごく丁寧に勉強されて、それを一冊にまとめておられるなと思いますので、この本は、だから全般的に、失語症、さらに高次の機能障害とか脳の障害の人たちに役に立つものだなと思っています。で、あとですね、ちょっと写真集なんかを出された加藤俊樹さんで、僕奥さんとも仲が良くって、奥さんが加藤さんはカメラマンで奥さんが、ライターかな。で新しく出た本ですけど、去年の10月かに出た本で、奥さんがつまりこのカメラマンの加藤さんの失語症としての生活ぶりを、書いておられて、どういったリハビリをして今後どうしていきたいかということを書かれた本で、これは非常に読みやすいです。でかつ中にですね、文字以外に重要な部分はこういうふうに漫画でちょっと表現されております。これは、新井ピロヨさんという方が漫画を担当したみたいなんですが、奥さんのその文字の原稿を漫画にしていたと。で、漫画にして良いところは、例えば脳の
文字、まあ、文字でわかるんですけど、右側をやられると左半身が麻痺するとか、まあ、そういったことはやっぱり図で書いてるとすごく理解しやすい、まあ、そういった補助的な説明も多いので、この本も非常に読みやすくて、失語症に関してこの一冊で大体状況がよく分かる、漫画プラスされた分かりやすい解説書として、そして今最新の情報とかも入ってますので、おすすめかなと思ってます。それと漫画ということでは、日本の文化として漫画というのは世界に来れるんですけども、やはり失語症、正直言って高次郎機能障害の漫画は非常に出てきてるんですけども、失語症に特化している漫画ってまだまだ少ないんですが、でもこんなふうに漫画としても、失語症の生活というか治療リハビリなんかを書いた本があったりします。まあ、こういったもし文字を追いかけるのがとてもしんどいという方でしたら、漫画とかを読んでいかれた方がいいのかなと思ったりしてます。大体このぐらいが紹介すべき今回本かなと思ってるんですが、一応この向こうの部屋に闘病記のコーナーがありまして、この本も今ちょっとこっちに持ってきてますが、この後すぐに戻しまして、ここに紹介していない本もたくさん置いてますので、ぜひご覧になっていっていただきたいと思ってます。で、私はこのおすすめ脳の病気の闘病記ということで、こういうホームページを作ってますので、このタイトルで、調べていただいたらヒットするんじゃないかなと思います。だから脳の病気ですので、基本的な脳卒中、脳出血、脳梗塞、くも膜下出血と外傷性の脳損傷、そしてさらに、そこから、障害として出てくる高次脳機能障害や失語症の本を紹介しているページですので、まあ、参考にしていただければ、我々の活動として役に立っているんじゃないかなと思っています。以上ちょっと簡単でしたけれども、闘病記の活用の仕方と、それから、失語症に関する、本のちょっと一部を紹介させていただきました。これで、短いですけども、失語症の、読書会、本の紹介の読書会を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。